城南信用金庫は東京都品川区に本店を置く大手信用金庫である。その名の通り営業地域の中心は東京都区部の城南エリアで店舗網は東京都港区青山から神奈川県の湘南地区や厚木市、相模原市淵の部に及ぶ。設立以来2001年に合併で京都中央信用金庫が誕生するまで全国の新金で預金量 貸出資金量ともに1位を継続していた。2017年3月末時点で、預金量、貸出資金量は全国2位である。新金業界では有数の経営規模で、市場が大きい首都圏を地盤としていることから、各地にある新金とその取引先を集めた、商談会、良い仕事おこしフェアを開催し、良い仕事おこしネットワークの事務局を務めるするなど、 新金業界全体の活動も行っている。初代理事長は、大ターよし、二代目理事長は、坂井熊次郎会長。三代目理事長、会長となった、小原哲五郎は1918年、富山県で生じた米騒動を見て、貧富の差をなくして安定した社会を作りたいと考え、翌年7月に、大崎信用組合に入社。全国信用金庫協会や、 全国信用金これ合会会長を務めた。などの小原哲学は現在も城南新金の経営理念として残る。小原没後も自由化に対応して独自のプライムレートの導入、不良債権のディスクロージャーの実施、懸賞金付定期預金、民間版定額貯金であるスーパートップ、ハイパートップ、徴用書、民間版住宅金融公コローンなど独自商品を 開発する。バブル期において、株式やゴルフ場地の購入などの投機的な資金を貸さなかった。また、消費者向けのカードロームは、現状では一切扱っていない。クレジット、審判会社との ATM 提携も一切行っていない。投資信託や保険、デリバティブなど顧客にリスクのある金融商品も一切扱っていない。 サブプライム関連の投資も一切取り扱っていない。格付け機関であるフィッチ・レーティングスによる格付けは格付け開始以来2010年まで8年連続して日本経済新聞の実施する日経金融機関ランキングの顧客満足度調査において健全性、信頼感の分野で第1回、第2回、第3回の3年連続で全国金融機関の中で 1> 第1位であった。2010年11月10日、吉原武氏が理事長に就任し、新体制が発足。以来、信用金庫は、英国ロッジデール先駆者共同組合に橋を発する、相互扶助のための共同組織運動であるとの認識に立ち、信用金庫の原点回帰、小原哲学の復活を方針とし、 地域を守り、地域の方々を幸せにするための社会貢献企業を目指した。2011年の東北地方太平洋沖地震の復興支援や地域の福祉作業所の援助などのボランティア活動も行っている。また、新体制では、理事長の年収を支店長以下の1200万円に抑え、任期を理事長、会長の通算で最長4年、定年を60歳とした。 さらに、営業店が主役であるとする、現場第一種に、委員会を多用した、合議制による、意思決定、執行、管理、人事、監査の4件分立している。2015年12月には、理事会の議長を、理事長、副理事長以外から、理事会で選任、内部監査部門の長を理事会選任、理事会に特別監査権付与、職員外理事を、 委委員員長とする内部監査委員会を発足させた東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故が進行中であった2011年4月1日原発に頼らない安心できる社会へというキャンペーンを開始し5月2日には各種の節電商品サービスを開始同年12月2日には原子力発電を使わない電力会社への切り替えを促すため 2012年1月より、エネットから電力を購入することを発表。2012年11月には、原発の経済的問題を研究する、シンクタンク、城南総合研究所を設立し、名誉所長に、加藤博慶応義塾大学名誉教授。2014年7月には、小泉純一郎同名誉教授が就任して、全国で講演活動を展開するなど、 原発からの脱却を訴えている。大田朝吉、酒井熊次郎、小原哲五郎、杉村康次、橋本美木蔵、真壁みのる、鈴木康之、宮田佐夫、深沢孝二、吉原武史、森田正夫、渡辺康史、河本教授、東京都一円及び、神奈川県東部。店舗は横浜市、大田区、世田谷区に多い。この他にも神奈川県川崎市。 相模原市、山和市、厚木市、海老名市、座間市、藤沢市、伊勢原市、綾瀬市、平塚市、秦野市、茅ヶ崎市、鎌倉市、高山郡寒川町、愛好郡愛川町を営業基盤に持つ。綾瀬市、伊勢原市、平塚市、秦野市、鉱山川町、茅ヶ崎市、鎌倉市には営業窓口はない。南信用金庫は2005年に、 日本政策投資銀行などの政府系金融機関との提携会場を発表した。同金庫によれば政府系金融機関は第二次世界大戦後から1965年頃にかけて長期資金の供給など民間が対応できない分野で一定の役割を果たしてきた。しかし今や民間でも長期資金の供給は十分可能であり逆に政府系金融機関が 民間の仕事を奪うなど民間と競合しており、その存在意義を失っていることから、同金庫では政府系金融機関の役割は、もはや終わった、もはや政府系金融機関は、必要ないという考えに基づき提携を解消したものである。日本経済新聞は、民間金融機関が政府系金融機関との契約を解除するのは異例だ。政府系金融機関については、 経済財政諮問会議が、党廃合や民営化などの基本方針を月内にもまとめる予定で、改革論議にも影響を与えるとみられると論評した。これに対して、政府系金融機関は、政府系金融機関のノウハウを活かす地域活性化や地場産業育成を理由に、民間金融機関との提携を促進しており、2008年2月時点で提携解消に追随した。 民間金融機関は存在しない。その後、東日本大震災を契機に信用金庫の原点回帰という方針を掲げ、公共的使命を持ったお客様応援企業として、地域社会を支援するために、日本政策金融公庫,庫との協調融資を開始している。災害後に、金銭企画による社会貢献を行っている。創立25周年を記念して、 東京都品川区西五丹田七丁目2番3号の山手通り沿いに建設され、1970年9月に竣工。隅を落とした八角形の水平断面とするとともに、外壁の多くの部分を体力壁として小窓を連続配置した。設計は佐藤武雄設計事務所、施向は大林組。1972年には第13回。 pcs 賞を受賞した。三角見合い大崎、品川、大井、大森、入屋荒井、ま孫目池上、鎌田、六号、矢口、羽田、江原、石踏蓮小駒沢、木沼。過去には、公園実施店9店舗が、杉並車庫近辺にあったことが、その車庫窓口に寄贈された写真によりわかる。上覧信用金庫本店に関するカテゴリー。 ありがとうございます。